前歩けんね、ほんとじっと見られてるだけ、ね、上手だった。イタリア上手ですね。が一緒に食事をしているんですね。レオナルド・ダ・ヴィンチが1494年から98年、足掛け5年間にわたって描いたんですね。キリストと12人の弟子たち、十二使徒、はい、3人ずつ、4つのグループに十二使徒が書いてあると思います。キリストは中心にいます。その裏切り者のユダ、彼ですね。はい、ガイドさんです。はい、よろしくお願いします。右手の中に握られているものが銀貨が30枚入った銭袋なんですね。こういうふうに握りしめてます。これはユダヤの王様に売ったんです。ゲッセマネの園で自分が歩み寄って近づいて口づけを交わす人が自分の師であるキリストであると教えましょう。で、他の弟子にとっては寝耳に水の話なんですけども、キリストには全て分かっている。信頼していた弟子ヨハネの肩を掴んでるんですね。で、耳元に言ってながら顔を、一体誰のことをおっしゃってるんだ、何のことが聞いてくれるんだ、聞いてくれるんだ、ガラッと変わったわっていうことで、よくファッション雑誌 の特集号の時にここの写真使われます。ミラノ、
し足を先に進めてください。こちらです。急所です。かかとで踏んづけて3回回転すると幸運が訪れるっていう言い伝えがある。たくさんの人が待ってる人が占いくれてきてる。あのいろんな説があるんですけど、増やしてくれてる。ロムルスとレムルスが戦ってロムルスが勝って、ローマの町の名前はロムルスからローマという町の名前が付けられた。 SPQR、 これラテン語です。マンホールの蓋にもありますよ。はい、all'attacco tocca tre pari, pronte a voi. Città, poca memoria, con il cielo riflesso sul mare ed il vento che spazza la storia, e tu dimenticato così come un uomo che fu, senza gloria e senza memoria, ma il tuo canto è ancora nell'aria. Le barche, le vele, le onde, le navi di questa città ora cantano tutte insieme le tue melodie nel mondo. È alta nel cielo la musica che ci hai dato tu, e nessuno può più cancellare e mai più dimenticare. Adesso corri verso il mare, sentirai cantare questa musica dolce che non